改革開放政策の下で経済成長を続ける中国。12億の民が暮らす世界最大の共和国です。しかし100年ほど前まで中国は皇帝が君臨し人々を支配する国でした。20世紀初め、清王朝を打ち倒し2000年にわたる皇帝支配に終止符を打った辛亥革命。その指導者が孫文でした。孫文は人民が主権を持つ初めての国家、中華民国を樹立します。しかし革命の成功に至る道のりは苦難の連続でした。10回に及ぶ武装蜂起の失敗、絶え間ない資金難、仲間の裏切りと密告、そして終わりの見えない亡命生活。祖国を追われた孫文が再起を期して訪れた国、それは明治維新を経て近代化を進める日本でした。革命への協力を求め政界の実力者に接触する孫文。しかし逆に危険思想の持ち主として日本政府の監視のもとに置かれます。その時窮地に陥った孫文に手を差し伸べた日本人がいました。莫大な資金援助を続けた日本映画の開拓者、自らも中国大陸に渡り革命軍の一員として戦った男。革命軍の戦いを記録した貴重なフィルム、そこには孫文と日本人の熱い友情が秘められていたのです。さらに今回孫文の革命工作に新たな光を当てる資料が発見されました。日本に宛てた暗号電報、その文面からは清朝軍打倒への孫文の秘策が浮かび上がります。その時歴史が動いた。今日は近代中国の礎を築いた孫文と日本人との知られざる友情を通して辛亥革命成功の時を描きます。ここは埼玉県川口市にある NHK アーカイブスの建物です。ここにはこれまでに NHK が放送した番組のうちおよそ40万本もの番組が保管されておりますが、そればかりではありません。世界中から集めたですね、さまざまな映像資料がここで大事に大切に保管されているのでございます。今日はその中から一つですね、20世紀の初頭、世界を揺るがせた歴史的大事件を記録した貴重な映像をご覧いただこうと思うんですね。それがこれなんです。これはお隣中国、中国のおよそ300年続いた清王朝が倒れた、その辛亥革命を記録した映像なんですね。今日のその時は西暦1912年の1月1日といたしました。この日はこの辛亥革命が成功してですね、中国にアジア初の共和国、中華民国が建国したその日でございます。それまでの中国は始皇帝に始まってですね、およそ2100年以上続いたその皇帝が治める国家でございましたけれども、その体制が大きく変化した極めて歴史的な日でございました。で、今日の主人公は孫文です。この辛亥革命の指導者ですね、辛亥革命を成功に導いた人物でございます。で、このフィルムはですね、中国で発見されたんですけれども、このフィルムを撮影した人、これは実は日本人であったということが NHK のその後の調査で明らかになりました。なぜ日本人が隣の国の中国の革命をフィルムに収めていたのでございましょうか。その背景にはですね、孫文と日本人との、知られざる人間ドラマがございました。さあ、今日のこの番組はですね、この孫文が革命を決意するに至った明治時代に起きたある出来事、そこから話を起こしていくことにいたしましょう。およそ300年中国に君臨した清王朝、
しかし西太后が権力を握っていた19世紀末、政治は腐敗し、国力は低下の一途をたどっていました。清は1885年フランス、95年日本との戦争に相次いで敗北。日本とヨーロッパの列強は次々と中国に進出し、虎視眈々と領土獲得の機会をうかがっていました。当時イギリスが支配していた香港では、中国人は不当な扱いを受けていました。この町で青春時代を過ごしたのが孫文です。貧しい農家で6人兄弟の三男として生まれ、苦学の末に医者となった孫文は、中国社会の悲惨な現実を目の当たりにしました。街角にあふれた行き倒れの人々や身寄りのない子供たち、清王朝末期の混乱は社会的弱者に重くのしかかっていました。孫文はある決意をします。医術が救う人間には限りがある。我が国の人民の苦しみは不良の政治が起こしたものだ。国を救い、人を救おうと思えば、悪い政治を除かなければいけない。1894年、孫文は28歳の時、秘密結社光中会を設立。志を同じくした仲間と共に、清朝打倒を目指します。孫文は皇帝の専制支配を脱し、国民が主権を持つ共和制国家を実現するため、武装蜂起の準備を進めます。まず初めの目標は香港に近い広東省広州。作戦は市内の3カ所で同時に決起し、軍や政府施設を襲撃、広東全域を一気に制圧するというものでした。しかしこの企ては大きな壁に阻まれます。中国人実業家への資金援助の要請はことごとく失敗。武器調達のめどがつかなかったのです。孫文は仲間内からさえ途方もないほら吹き、孫大砲と罵られるようになります。1895年1月、孫文は香港で成功を収めた一人の日本人実業家を訪ねました。梅屋正吉、27歳。長崎の豪商の家に生まれましたが、事業に失敗。無一文で中国大陸に渡り、苦労の末写真館を開き、財を築いていました。イギリス支配下の香港で孫文と同様、梅屋もヨーロッパ列強の脅威を肌で感じていました。それだけにアジアの連帯を訴える孫文の言葉は梅屋の心を捉えました。梅屋の手記には当時の心境が綴られています。自由、平等、博愛は先生の主張なり、正吉不詳といえども、中日親善、東洋平和のため一匹の力を抗せるを信ず。夜を徹して語り合い、孫文の思想に共鳴した梅屋はこう告げます。君は兵を挙げよ、我は財を挙げて支援す。梅屋は孫文と盟約を結び、資金援助を約束。孫文は武装蜂起に向けて動きます。決起の日は10月26日。しかしその直前、思わぬ事態が孫文たちを襲います。恐れをなした仲間の裏切りで計画が密告されたのです。隠れ家は突如清朝軍の襲撃を受け、仲間は次々と逮捕されます。光中会は壊滅的な打撃を受けました。厳戒態勢の中、変装して追手を交わした孫文は辛くも光州を脱出、香港に逃れます。梅屋の手引きで孫文は船に乗り込み、中国を離れました。向かったのは梅屋の祖国、日本です。
明治維新を成し遂げ近代国家の道をひた走る日本はかねてから孫文の憧れの国でした。後に孫文はこう語っています。明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である。亡命後間もなく孫文は横浜山下町現在の中華街の一角に身を潜めました。ここで孫文はある決断を下します。清朝の支配の象徴であった弁髪を自ら切り落としたのです。皇帝の専制政治を倒すまでは中国に帰らないという覚悟の表れでした。政治体制の転換を意味する英語のレボリューションの訳語革命という言葉を知ったのもこの頃だったといいます。革命家孫文の新たな戦いが始まろうとしていました。辛亥革命の17年前のことです。さあ本日のゲストのご紹介です。作家の陳俊信さんでいらっしゃいます。どうぞよろしくお願いいたします。陳さんはあの孫文を主人公に辛亥革命をテーマに歴史小説を書いていらっしゃいますが、まず伺いたいのはこの孫文が理想とした国家ですね。まあ、彼はあの清王朝に反旗を翻したわけですから、彼の思想理論の独創性というのはどこにあったというふうに思いますか。まあ、今まではね、はい、天下というものはね、はい、皇帝の天下だったんですよね。あところが孫文は公にする、これあの皇帝じゃなくてね、うん、公にするんですよ、うん、ここではなくてね、その皇帝のものではなくて、公のものってみんなが、うん、あ の, のものだというね、うん考えを初めてね、うん、ここに持ち出したんですよ、うんね、陳さんがその孫文に関しておっしゃる、よくおっしゃることです。大同社会という大きく同じって書いて、はい、これはどういう意味でございますか。これは中国の古典にある言葉ですけどね、いわば共和制ということですね。みんなでやるということですよ、うん、そして、うん、皇帝がいないんですね、うん、みんなでやろうということです、うん、これは昔々大同社会があったというね、これ神話ですけどね、うん、そう昔に変えるんじゃないかという考え方もあるんです。まあ、孫文はその第一回 の, この武装蜂起失敗いたします。まあ、大きな挫折感を味わうわけですけれども、再起を期してですね、彼はどうしたかというと日本に来ることになったんですね。でこの日本での生活がですね、革命家孫文の転機となるわけでございます。次の VTR をご覧いただきます。東京港区の外務省外交資料館。日本に亡命した孫文の行動を記録した機密文書が残されています。その数20冊に上ります。日本政府は亡命直後から辛亥革命後亡くなるまで30年にわたって孫文を密かに監視していたのです。日清戦争後中国進出の機会を伺っていた日本政府は孫文を中国情勢の鍵を握る重要人物と考えていました。そこには分刻みの孫文の行動、そして面会した人々の名前も記されています。犬飼剛など政府の要人も含まれていました。記録には孫文のもとを頻繁に訪ねる日本人の名が残されています。宮崎虎蔵、またの名を当店。宮崎は当初外務省の調査員として孫文に直接会い、日本亡命の意図を確かめるという任務を与えられていました。宮崎は身分を隠して面会を申し込み、筆談で語り合いました。かつて自由民権運動に身を投じたこともある宮崎は、革命の理想を説く孫文の人格に深い感銘を受けます。思想の高尚さ、執権の卓抜さ、抱負の遠大さにおいて、我が国に孫文に匹敵するものはどれだけいるだろうか。まさにアジアの宝である。宮崎は外務省の仕事を放棄し、孫文と共に革命の道を歩む決意をします。
宮崎の尽力によって孫文は大隈重信ら有力政治家にも人脈を広げていきました。多くの日本人協力者を仲間に加え、革命派の組織を立て直した孫文は1900年2度目の武装蜂起を決意します。この時孫文たちが革命の目標としたもの、外務省の記録には南進独立計画としてその詳細が記されています。目指したのは清朝に反発する勢力が根強い中国南部を共和制国家として独立させることでした。そのために司令基地を台湾に設け、広東省慶州で決起し、一路北に向かって進攻する作戦を立てたのです。その頃宮崎東典と孫文が交わした筆談の記録が残されています。そこからは決起にあたっての孫文の懸念がうかがえます。孫文は軍火、すなわち武器弾薬の補給の問題を取り上げています。成否を決するのはその輸送ルートの確保であると考えていました。台湾に渡った孫文は日本で培った政界との人脈を生かし、台湾総督府の高官との間に武器弾薬補給の密約を結ぶことに成功しました。武器輸送ルートの開拓を任されたのは香港にいた梅屋小吉でした。梅屋は密かに汽船を買い付け、自ら輸送隊を率いて決起の時を待ちました。1900年10月8日、孫文の指令を受けて慶州で息を潜めていた革命派は一斉に兵を挙げます。総数2万に膨れ上がった革命軍は次々と清朝の拠点を攻め落とします。しかし清朝軍との全面決戦に臨もうとしたその時、孫文のもとに日本から予期せぬ知らせが舞い込みます。日本政府が約束していた革命軍への武器提供が突如中止されたのです。山形有朋内閣に代わり、10月19日伊藤博文内閣が誕生。伊藤はヨーロッパ列強の抗議を恐れ政策を転換したのです。窮地に陥った孫文は革命派に理解のあった犬飼剛に日本政府への仲介を依頼しました。我が軍は兵器弾薬がなお乏しい状況です。どうか兵器を密かに送っていただきたい。しかし日本政府は孫文の要請を黙殺しました。補給が望めない以上、もはや革命軍に勝ち目はありませんでした。10月22日孫文はやむなく軍の解散を決断。再び日本に戻りました。辛亥革命、その12年前のことでした。孫文たちは2回目のその武装蜂起も失敗しますね。それは何かというと、最後の段階になって日本が孫文たちへのその武器援助供与ってことをしなかったんだと。これをしたその日本の思惑って何だったんでしょう。さあ、いろんなね、ことがあったと思うんですけどね。清朝はもうほとんど倒れるんですね。それをその倒すというよりもね、今の清朝のままでやった方がね、交渉がいいんじゃないかと日本は考えたんじゃないですか。その弱くなった、その勢力がこうあんまり大きくない清をのままの方が、ね、これは伊藤さんのね、伊藤総理 ね、の考えだと思います。その前の山形さんは、我々にね、中国の革命にね、入れてあげているところもあったんです。そしてやろうということでね、孫文もね喜んだんですけども、内閣が変わったんですよ。山形さんがね、伊藤さんに変わった。そしたら伊藤さんはこれは弱い清朝相手にする方が日本の国益だ、国益ですね。
孫文たちは二度目の武装蜂起も失敗をしてですね、孫文は大変な窮地に陥るわけですね。またその孫文を助けていたその日本人梅屋昇吉もですね、香港で大変な転機に遭うわけでございます。二度目の武装蜂起の失敗から4年後の1904年、香港で革命の支援を続けていた梅屋昇吉に危機が迫っていました。かねてから革命派の協力者として清朝に目をつけられていた梅屋に逮捕命令が降りたのです。香港で築いた財産を持ち出す暇もなく、梅屋はシンガポールに亡命します。再起の機会を模索していた梅屋は自らの運命を変えることになる新しい事業と出会います。それが映画でした。19世紀の末フランスで誕生した映画は新たな娯楽として世界中に広まろうとしていました。日本でも映画が流行する、そう考えた梅屋は大量の映画を買い付け1905年日本に帰国。東京で映画会社日活の前身となるエムパテー商会を設立し、映画の配給と制作に乗り出します。これは梅屋が制作した白瀬南極探検隊の記録映画です。ドキュメンタリーから劇映画まで幅広いジャンルを手掛けた梅屋の作品は人々の心をつかみ、日本全国に映画ブームを巻き起こします。映画界の風雲児と呼ばれた梅屋は映画が生み出す莫大な富を惜しみなく孫文の革命運動に注ぎました。支援を受けた革命派は再び息を吹き返します。孫文が組織の立て直しを図っていた1905年、日露戦争で日本は大国ロシアに勝利。このことが孫文たちの追い風となります。清朝の支配に不満を持つ留学生や中国各地の革命家が続々と日本にやってきたのです。しかし彼らは連携することなく独自の活動を行っていました。清朝打倒のために今こそ団結すべきである、そう考えた孫文は8月13日東京で留学生や革命家を前に演説を行いました。明治維新の英雄は国民を苦しみから救い出す偉業を成し遂げた。中国が一大共和国を樹立し世界にこれを示せないのは恥辱の極みではないか。1週間後孫文のもとに同志が集まり、東京で中国同盟会が結成されます。この時孫文が掲げたのが三民主義でした。人民を主権者とする民権主義、経済的平等を目指す民生主義、そして民族の復権を唱える民族主義です。同盟会の結成後孫文は新たな武装蜂起に取り掛かります。しかし一致団結したものの清朝軍の強大さには及びません。数度にわたる蜂起はことごとく失敗。孫文は少数で大軍を倒す新たな戦略を模索していました。1909年、孫文は突然ヨーロッパ外遊に出発。革命資金を集めるというのがその理由でした。実はこれが孫文の新戦略の第一歩だったのです。パリ、ロンドン、ベルギー、各地を転々とする孫文の動静を日本と清の情報機関は一斉に追います。しかしその一方で密かなシナリオが進行中でした。今回の取材で宮崎東天の孫富貴さんの元から孫文の戦略を伺い知る新たな資料が発見されました。孫文から宮崎東天に送られた暗号電報です。結局この数字はこの字だ、この数字はこの字だっていう、こういうのを持ってるわけ。そういう暗号の電報が来てた。4桁の数字が一つの漢字に対応しています。
この数字が表している漢字は軍医、そして街頭。その内容は軍需物資の補給や武装蜂起の場所など作戦の根幹に関わる機密事項でした。1901年に実用化された無線電信は当時最先端の通信技術でした。孫文はどこにいても仲間と連絡が取れたのです。情報機関の注意がヨーロッパにいた孫文に集まる中、同盟会の工作員は日本を抜け出し続々と中国大陸へ潜入していきました。大陸に渡った工作員の任務、それは新潮軍の乗っ取りでした。工作員は各地で次々と新潮軍に志願、敵軍の内部で密かに革命への支持を求める宣伝活動を行い、協力者を増やしていきます。1911年10月10日湖北省の都市現在の武漢でついに武装蜂起ののろしが上がります。辛亥革命の勃発です。事前の工作が功を奏し、武漢にいた新潮軍の半分以上が革命軍に寝返りました。革命軍は武器庫の奪取に成功、2日後武漢全域を制圧します。革命の達成まであと2ヶ月半、当時にしては最先端のメディアであったその暗号電報ですね、これを従前に利用したこと、さらにはその敵軍を乗っ取るというですね、思いもかけない戦術によって初めて孫文たちは武装蜂起に成功するわけですね。そして革命軍は連戦連勝するわけです。しかしそういうまさに時期にですね、新しい危機が孫文たちに迫っていたわけでございます。そしてそういった危機に梅や宮崎たち日本人たちはどのように対処したのでありましょうか。さあ皆さん、いよいよ今日のその時がやってまいります。1911年10月、武漢における蜂起の成功を受けて各地に身を潜めていた孫文の革命派は一斉に兵を挙げました。革命軍は広州、上海など主要都市を相次いで攻め落とすことに成功。わずか1ヶ月で全国21省のうち3分の2が清王朝からの独立を宣言しました。しかしその一方で危機が迫っていました。戦線が予想以上に伸びたためにまともや軍資金の不足が深刻な問題となったのです。革命軍の苦境を暗号電報で知った孫文は銀行との交渉に当たりました。しかし返答はことごとく正式な政府ではない革命軍に融資はできないというものでした。このままでは革命の火は消えてしまいます。その頃、東京の梅屋小吉のもとにも資金を求める電報が届いていました。しかし梅屋にはすぐに資金を提供できない事情がありました。映画会社が不渡り手形を出し経営危機に陥っていたのです。これ以上資金を投じれば倒産するかもしれない。会社の存続か革命の支援か、梅屋は選択を迫られます。この時梅屋の脳裏に浮かんだのは孫文と交わした盟約でした。君は兵を挙げよ、我は財を挙げて支援す。梅屋は倒産を覚悟で資金援助を決断しました。梅屋の日記に残された革命軍への送金額は合計28万6000円、現在の価値で10億円に上ります。この巨額の資金によって革命軍は当面の補給を行うことができたのです。自らの財産を投げ打ってまで孫文に尽くした梅屋は死ぬまで革命への支援を公にしませんでした。その理由を孫の小坂諏訪子さんはこう伝え聞いています。
亡くなる時にですね、あの我のなしたることは我と孫文の間にて、明訳したことによって我は、そのなしたりと孫文の意思を貫くこと、孫文との明訳をあの守ることで本当に生涯を終えた人でございますね。梅屋はさらに辛亥革命を記録するため世界の報道機関に先駆けて中国に映画の撮影隊を派遣しました。11月7日に武漢に入った撮影隊が映した映像です。革命の最前線を記録したこの貴重なフィルムには束の間の休息を取る兵士の姿もあります。しかしこの頃革命軍にとって最大の脅威が迫っていました。開戦からおよそ1ヶ月、劣勢に立っていた新潮軍が総反撃に転じたのです。新潮政府は老練な軍略家として知られた袁世凱を内閣総理大臣に起用。袁世凱は最新の装備を誇る精鋭部隊を革命軍の拠点武漢に送りました。梅屋の撮影隊が映した11月17日の武漢の様子。猛攻撃を受けた武漢はその大部分が新潮軍の手に落ちます。武漢の革命軍は総崩れとなり戦場を放棄する部隊まで現れました。革命は失敗に終わるかもしれない。革命軍全体に動揺が走る中、12月21日、ついに孫文が帰国しました。香港で撮影された写真です。16年ぶりにふるさとの土を踏んだ孫文、迎えた大勢の人の中には革命軍の最前線から駆けつけた宮崎東天の姿もありました。4日後、上海で孫文は人々に語りかけました。私は一文の金も持ち帰っていない。携えてきたのは革命の精神である。国を人民の手に取り戻す。リーダー孫文の力強い言葉に鼓舞され、革命軍は再び団結を取り戻します。もはや共和を止めることはできない。袁世凱の側近はこのように北京に報告しています。しかし皇帝を守る袁世凱は北京一帯に革命軍を寄せ付けませんでした。中国は南北に分裂したまま膠着状態に陥ります。12月末、事態を打開するため孫文は革命派の首脳と会議を重ねました。あくまで武力によって清朝打倒を果たすべきだという意見も出されました。しかし孫文はそうした主戦論に耳を貸そうとはしませんでした。目先の勝利よりも内戦によって国土が荒廃することを恐れたのです。今我々が考えなければいけないのは、いかにして四国の民が流血の惨事を避けられるかということである。孫文は和議の道を模索します。孫文は決断を下します。皇帝を打倒するより先に人民の手に主権を取り戻そうとしたのです。1912年1月1日、アジア初の共和制国家、中華民国が建国されました。この日、人々の圧倒的支持を受けた孫文は、南京で中華民国の臨時大総統に就任します。それまで皇帝が絶対的な権力を握っていた中国にあって、初めて人民が主権を持つ共和国が生まれた瞬間でした。この日、大総統宣言を発表した孫文は、国民に向けて新しい時代の到来と主権者としての自覚を訴えました。国家の本源は人民にある。たとえ今後の苦難が
昔日のそれをはるかに超えようとも、我々がただこの革命精神を保持すれば、必ずや中華民国の基礎を大地に確立できる。1月22日、孫文は和議の条件を提示。大総統の地位を遠征外に譲る代わりに、清朝皇帝の退位を認めさせます。2月12日、戦闘艇溥儀が皇帝の座を降り、ここに清朝は滅亡します。2000年以上に及ぶ皇帝の支配に幕が下ろされた中国は、近代国家としての歩みを始めました。さあ、陳さんは今日のその時をどのようにお捉えになりますか？皇帝という名前ができてからね、2200年ですね、あるいはその前から小さい皇帝法王にあったんですけどね、この中国で、ね、初めて民主主義の国です、うん、いいんですかね、みんなの国ができたと、みんなが主人公の国ということができた歴史の大転換期であります、うん、この日本人と孫文との関係というのが、辛亥革命にどのような役目を及ぼしたのかということについていかがですか？僕はやっぱりね、義教心だと思いますね。宮崎東帝にしろね、表には出られないけれども、その裏の方でね、支えていたんじゃないかと思います、うん、そして公的なものも場合でもそうですけれども、私的なね、例えば孫文の結婚問題ではね、これ梅屋さんが家の奔走してます、そういうことはね、あまり表に出しちゃまずいんでね、控えておりますけれどもね、まあ、だからこれは公私にわたって日本人との つながりですね。しかもそれは心からやるんです。何もその代価を売るというそういうものじゃないんですね。これが孫文ですよ。どうもありがとうございました。今日のその時、1912年の1月1日、アジア初の共和制国家中華民国が建国されました。その初代の大総統に孫文がついたわけでございますが、まもなく彼はその2代目総統にですね、政敵だった遠征外を当てるわけですね。そして、まあ、彼は下野するわけですけれども、その下野した後の孫文と、その孫文を支えた日本人たちが辿った運命、それにまつわるエピソードをご紹介しながら今日は終わりにしたいと考えます。今夜もご覧いただきありがとうございました。中華民国建国の2ヶ月後、孫文の後を継ぎ大総統となった遠征外は独裁的な政治を行います。孫文が掲げた共和政治の理想は早くも崩れ始めていました。1913年、孫文は日本に亡命。遠征外打倒を呼びかけ、中国国民党の前身となる中華革命党を結成します。孫文の周りには、かつて辛亥革命に力を尽くした日本人が再び結集しました。梅屋正吉は孫文を映画館に招き、二人だけの上映会を開きました。映画の題名は革命なる。辛亥革命の時、梅屋が派遣した撮影隊のフィルムを1時間にまとめたものです。この映画は、祖国を離れ戦いの前線に身を置けなかった孫文に見せるため、梅屋が未公開のまま保管していたものでした。フィルムは後に中国に渡り、巡り巡って3分間だけが日本に残されています。初めて見る戦いの映像を食い入るように見入った孫文は、映画が終わっても席を立たず、繰り返し映画の上映を求めたといいます。その後、日本と中国の関係は悪化の一途をたどります。第一次世界大戦をきっかけに、日本は大陸進出を本格化。中国全土で日本に対する抵抗運動が巻き起こります。孫文への支援を続けていた宮崎東典は病に倒れ、日中関係の将来を案じながら1922年51歳で亡くなります。
長年行動を共にした宮崎の死に際し、孫文は弔電を送っています。当天明慶の死を悲しむ。1924年11月孫文は神戸で日本の人々に向けた演説を行いました。日本がこれからあと西洋波動の手先となるか、あるいは東洋王道の環状となるか、日本国民が慎重に考えるべきことである。中国に戻った孫文は北京で病に倒れ、1925年3月12日この世を去ります。享年58。孫文の遺言です。世は力を国民革命に致すことおよそ40年、その目的は中国の自由平等を求むるにあり、現在革命なお未だ成功せず、同志諸君奮闘努力せよ。孫文の死から9年後の1934年、梅屋小吉もまた病に倒れ、波乱に満ちた65年の生涯を閉じます。梅屋の遺品の中に大孫文と題された一編の原稿がありました。梅屋が最後に実現を目指した映画の脚本です。革命に生涯を捧げた孫文と日本人の同志たち、その友情の物語は今もこの未完の映画の中に生き続けています。